1300億円の都民の共有財産である晴海の埠頭の土地がなんと時価相場の9割引きで大手の開発業者に払い下げられると、こんなバカなことがまかり通っていいはずがありません。晴海の13ヘクタールの選手村の敷地をですね、周辺時価が平米100万程度のあるところを平米9万円という10分の1以下の廉価で売却してしまったという東京都の行為について、東京都知事に対してそのような莫大な被害が生じないようにしてほしいと、でもしそういう損害が生じた場合にはその損害を回復してほしいと、そういう趣旨で請求を起こしております。不動産の価格が異常な廉価であると、それについて全く説明ができないということが大きな争点であることはどなたが聞かれてもその通りだと思いますが、その根拠としております東京都の唯一の証拠が調査報告書という文書なんですけれども、それについては情報開示した結果真っ黒塗りの文書が出てきて、全く必要な情報が開示されておりません。こういうふうになぜその金額が妥当なのかっていう中身がいろいろ書いてあるんですけれども、こういうふうに肝心の数字とかですね、計算式とかそういう情報のところは黒塗りになっていて、開示されてない情報がたくさんあるわけなんです。で、何よりもやはり行政側にその自分がやったことについての基本的な合理性や根拠を示す資料が全てあるわけですので、この情報開示に対する対応のように黒塗りのり弁のものを出さずに、被告側の主張の立証の根拠として、自らきちんと提示していただきたいというふうに考えております。こういったことが起きる温床がやはり今の都政の中にあるということ、それを正すという、東京都に姿勢がないと、東京都に自浄作用がない以上は、司法による判断を強く求めますということで、陳述をさせていただきました。以上です。